は最新エピックガチャから新登場した究極ぶっ壊れ将軍プラティニメシュやっていきたいと思います。バロンドール3年連続受賞のね、怪物選手、どんなプレーもできるオールラウンダー、攻撃においてね、とにかくもうこの選手にボール入ったらね、得点決めてくれる、演出してくれる、何でもできるプレイスタイルがチャンスメーカー。 OMF がデフォルトポジで、ちなみに ST だと裏総合値マックス106までいきます。タルザー育成はこちらになります。使った感じね、もう手に取ってわかるぶっ壊れ、まあ、能力値見てももうわかるんだけど強すぎるんだよね。ドリブルできて、パスできて、シュートできてね、プレースキック系もカーブもあって、身体能力も高く、ボディコントロール100の3、フィジカルコンタクトもあるんですよね。結構しかも逆足の頻度精度が最高最高ということで、弱点がないね、ウィークポイントがもうない選手、スキルも申し分ない、デフォルトでももうやれるレベル、さすがですね。伝説プラティニ、フランス代表でも活躍し、ユベントスで大活躍。おすすめの使い方としては、ディフェンスの懐に入り込むようなドリブルをね、意識すればやっぱ両足巧みに使えるんで、めちゃくちゃその最短ラインで突破してくるんですよね。それがもうプラティニ将軍の異名を持つね、ドリブル究極の形です。寝っ転がりポーズはね、伝説として語り継がれてますが、ぶっ壊れ中のぶっ壊れ将軍プラティニ佐々木さんもショーレディ。冷静に考えてバロンドール3年連続受賞、バケモンすぎ。逆足マックスでこの性能はなかなかに赤いやつだからね、強すぎます。試合目から絶好調引いてるあたりもね、将軍すぎるね。ふいで、ここで当てていく。さあ待ってるプラティニー、 OK、 斜めからベルゴミをもろともしないね、ドリブル力きたー、強いねー。まあ、ボールの持ちやすさとフィジカルコンタクトもね、70あるんで、まあ、ディフェンスというかワイドの守備をね、寄せつけないところも作りやすいし、これですね。素晴らしい、最高、ナイバーベリンガム。ジャストミートだと思ったが、まあ、ああいうこともできますね。いやー惜しい、見せたけどね、小回りも効くしね、めっちゃ使いやすいから。ヤマルからプラティニー、重心の速さを見せながら、キーパー出てる、スライショットでいいよ。ほう、さあ奥だ、あー来るだ、ドリブル好き放題だよね。割と空中戦もやるっていうのが強いよね。うぃー、きたー、グー。いや、もうここスピード乗らせたら負けない。いや、うまい、シュートまで完璧、チャンスメイクしまくってしまくってのね。なかなか得点つながらない中での自分で決めてく、ぶっちぎったね、あのラインを。意外とあそこのラインむずいやつよ。さあ怖い、ベルカンプかい、新ベルカンプじゃないか、ホワイトさん。プラティニ、うまい、うまい、うまいからの、うまい、ほんとうまい。結構ドリブルとか単独警戒してたらあの形も決めれるから、やっぱ相当ですね。このパス、両足もうまいぞ。何があったのね、今る。第1試合目、ワンゴール、ワンアシスト。身長180近くあるんだけど、めちゃくちゃドリブルやりやすい。なんか重さとかも感じないし、もうほんと軽いんで、両足最高なのか聞いてるよね、頻度精度。唯一無二感すごいからね、まあ、現実同様ですね。うわー、これやってる。サンキュー。いやー来た、プラティニー、よいしょ、
うわー、プラティに行かない。行きたかったな今のは。やっぱカウンターだよね、プラティに早い。これは綺麗食い。完全に左足で蹴ると思わせるカットイン、高速ですね。インパクトの相性もあってキレがいいですね。絶対お相手は多分左で打つと思ったはず。やっぱ逆足がねうまいんで、その両方のパターンだからね。くぅで、よし、うわ完全にもう神の領域入ってるわこれ。あそこでやっぱディフェンスを倒しつつ落ち着いてのタッチのね、あのブレない感じがね、普通キックフェイントとかやっぱダブタでちょっとずれるみたいなあるんだけど、プラティニ両足うまいから全くずれないのよ。いやーちょっとすごいプレーでしたね今のは。さあここでプラティニだ。時間を作りながらスライディングでかわして奥ですねこれ、ベリンガム。どっちの得点もうますぎ、プラティニゲーです。完全にね逆足最高の左で狙うと思わずっていうのは、この究極のカットイン。さあ3バック、攻撃力かなりあるよ。火力あるコンビに対してね、こっちはプラティニで打ち破ります。本当にどうでもいいことなんですけど、プラティニとティラミスってなんか似てるよね言葉、まあ、プラティニっていうかそれ言うと違う、ピラティス、ピラティスの方が似てるよな。でそれ言うとプロミス、プロミスは違うか。まあまあいいや、まあまあいいや。さあここだ、ここのプラティニのこの異次元さすごいっしょ。もうね入っちゃうからミドルシュートも決めれちゃう。なんかさ独特な、しかもモーションじゃなかった。さあ収まる、きた、ここ縦で回転切り、もう一個ですね。ふい、斜めからカットインでそのまま逆押していこう。将軍以外の何者でもない、もうバケモン強さ。ここ最近登場したエピックの中でもねトップクラスだと思います。さあ行こう。はい、プラティニ神トラップ、よっしゃー、スライディングで誘発のところをねお相手させといての、惜しかった。くぅー、マジか。ほい、よいしょ、よいしょー、素晴らしい。いや、さっきもトラップ見せたけど、もう一個えぐいの見せたね。落ち着きやばいし、もう相手が将軍の覇気によりね止められないみたいな状況でしたね。さあダイレクトループ、うわーやばい。はい、アウト、スピン、ダブルキャンセル。早いよな、1個が。ぐっとも運んでいけば、センターバックも追いつけない。きた、プラティニー。よし。さあ、運んでって、うわー、うわー、これ、将軍だ、マジで。やばすぎる、そこで。ゴールキーパー抜いてディフェンダー抜いて最後ヒールシュートとかも将軍覇気。
想像の斜め斜め斜め、さらに斜め上行くよね。最後あそこでヒールシュートはちょっと読めない。くぅー、強いなー。プラティニー、はい、いや。さあ、で、ここパスですね。正確なボール。斜め、いや。直接コーナーをお見せしたいと思います。行くぜ。で、こぼれ球をネイマール。バイチコー。バーティキレイグプラティニー強い。よっしゃーエッグもわけわからん。プラティニーかっこいい。それではプラティニーラスト試合いきましょう。絶好調。これ真ん中頂点というか一番前でもいいね。これでいきましょう。プラティニー絶好調。フルパワーでね、真ん中 ST で惑わしまくって点決める。裏総合値106のぶち壊れ火力でね、やっていくんでございます。はい、ホップト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 イ。頭もね、結構現役時代決めてますから、ヘディング数値も低いわけじゃないからね。さあ、ここは1対1。ドリブルで縦、もう一個。はい、あー、ちょっと違う。見せた。もう打ってよかった。パスでもいいが、落ち着いていく。ここはね、ちょっとディフェンスの動き見てました。そこで一瞬の切り返し。フラティニうめんだよな、こういうとこで。ギュンドアンが来ているが、ここで出す左足、不意打ちですね。ゴールキーパーまさかここ左ニア抜くとは思わないはず。あれ、キックフェイント、キレッキレ。両足打ち込めるんで、やっぱディフェンダーもゴールキーパーも読みづらいよな、あの形は。裏総合値106、プラティニ大暴れ。最強伝説将軍プラティニハットトリック。ということで、今回はエピック新登場伝説プラティニーメインシオでした。将軍の覇気でね、ディフェンダーを翻弄、得点祭りにね、味方へのチャンスメイクもして、間違いなくぶっ壊れてます。ぜひですね、獲得をおすすめしたい。そして育成もね、この価値使ったらもう化けます。超絶楽しいテクニック神回でした。またよっしゅう、さよなら、バイバイ。